Ich glaube, der hat da einen. This story is about the life of a man who quit his job of 35 years to become a ramen chef in the ramen battleground of Yokohama. Hello, this is Yokohama. I'm going to interview a famous ramen restaurant today. Eating ramen with a passion. やっと着いたぜ。ここだ。 昭和88年。 いらっしゃい! This is the owner of the ramen shop, Mr. Shimomura. He's put his life on the line to make ramen. He is the main character of this story. There was a retro era called the Showa era in Japan. The good old Showa era ended in 1963. However, the Showa era still continues here today. But why did the owner choose to make the interior of the store reflect the Showa era? その空間の中で、その食事をすることによって生まれてくる、そのものってあるじゃない。そうですね。で、それも味の一つだから、そこも重要なことだと思ってるんですね。ただ単に、こう、空腹を満たすための、そういうお店ではないので、ここは。はい。だから何でもいいというわけでもなければ。ただ単に、こう、空腹を満たすための、 そういうお店ではないので、ここは。はい。だから何でもいいというわけでもなければ。そして、この今まで35年間勤めた安定した会社員を辞めてまで、ラーメン屋でやっていきたいという思いが、生まれ始めたという。そうですね。まあ、右も左もわからないで始めちゃって、要するに素人ですよね。だって修行もなにもしてないわけだから。 ラーメンのラ・ロンジも知らないわけですよ。誰からも習ってないし、ラーメン屋さんで働いたことないわけだから。で、それが、やっぱりね、その、プロフェッショナルとして、こう、お店を作って、こうやっていくっていうようなことで、まあまあ、うまくいかないっすよね、そんなんでね。当然ね。なるほど。しかも、日本は超ラーメン大国であって、 向こうともいえる、ことだと思う。向こうです。向こうです。向こう、乗り越えて今こうやってやっていたんですけど、何か、称賛とかってやっぱりあったんですかね。やっぱ情熱じゃないですかね。情熱だと思います。情熱の振動数じゃないけど、この情熱を持つことによって、やっぱり振動が相手に伝わってくるってもんあるじゃないですか。なるほど、なるほど。そういうことだと思うんですよね。最初の情熱が、お客様に伝わって。そうですね。やっぱり一番の目的は、何なのかっていうと、 やっぱりこのお客さんに幸せになってもらいたいっていう、ここの店に来て食事することによって幸せな気分になって帰ってもらいたいっていうのがやっぱり一番の目的なので、やっぱ人を幸せにするっていう仕事って基本的に何でもそうだけど、人を幸せにすることが仕事だと思っているので、 僕もやっぱりこのラーメン屋というようなこのカテゴリーにはなってますけど、お料理を提供することによって、幸せな気分になってもらえれば僕の仕事は完結すると。ただ単にそのお料理を販売しているお店ではないので、何を売ってるのって言われたら幸せを売ってるっていう、そういうふうに捉えて仕事してます。
He used to be a car salesman. However, he tasted the joy of making others happy through ramen. This passion for making people happy is the key ingredient of his ramen, and the main reason why he's been able to survive in the fiercely competitive ramen market of Yokohama. He and his wife devote their lives to making people happy. Mr. Shimomura had been supporting his family by keeping a stable salaried job. However, in order to make his dream come true, he decided to take on the biggest game of his life. In spite of the possibility that his family could be left on the streets and in severe financial debt, his wife single-mindedly continued to support him for decades. They are still supporting his dream as a couple to this day. Hi, hi. Tissue. Gotcha, tissue. そうですね。ここでしょうね。これしかない。ないでしょ。本当そうだと思う。宣伝は嘘。宣伝は嘘ですね。うん、宣伝は嘘。確かにその通り。嘘をつくために宣伝するんですよね。きっとね。そう。そうなんでしょうね。 50年は、50年は、50年はすごいよね、やっぱり。まあ、サラリーマンを辞められて、いきなり修行も何もせずにラーメン屋をやられたと思うんですけど、それで、やっぱりラーメン屋というのは最初どこかで修行されて、まあ、その後独立するっていうのが一般的な形だと思うんですけど、その方がやりやすいでしょうね。確かに。やりやすい。集客もしやすいし、そっちの方が。 だから僕なんかそんなのもほら素人だからそんなのも分かんないわけですよ。要はラオタでもなかったんで。はい。だから全く知識も何にもなくて始めちゃったんで、あの、本当に修行も何もなくオープンさせちゃったっていう、そんな感じですよね。だから今振り返ってみれば、どっかで 1年2年修行した方してからやった方が良かったのかもしれないななんて今となっては思います。なるほど。今となってはね。うん。でもそこのどこどこ出身という肩書きがないから故に、あの、まあ、そのブランドを気にせずに自分のオリジナルで完全にオリジナルで追求してスタイルも自分の好きなことをして、まあ、全くオリジナルなラーメンが作れるということで逆にそこは魅力であるとは思うんですけど。 そうですね。まあ僕、多分どっかで修行したとしても、そのスタイル、自分のスタイルっていうか自分の作りたいものは作るっていう主義は多分変わらないと思いますね。おそらく。やっぱりそこは何のためにじゃあお店やってんのって言ったら、やっぱり自分のお店なわけだから、自分の作りたい、自分が提供したいものを提供するっていうのはやっぱり ブレないと思うよ、あそこは。なるほど。まあ、そこはやっぱり芯が曲がってしまったら、自分が本当に、まあ、ラーメン屋として人を楽しませるというところから、ずれてしまう可能性もありますからね。そうです。自分の店なんで、自分の好き勝手なことやっていいわけですから、まあ、お客様のために、お客様の幸せのために何か幸せになる、 お料理を考えて作っているわけなので、まあ、それを毎週毎週、違うその味のものを提供させていただいているわけですから、その根底にあるその気持ちっていうのがあるからこそ、そうやって毎週毎週週替わりのものが提供させていただけてるのかななんて思ってますね。なるほど。最初はまあ1種類だったんですけど、週替わりのものも今じゃまあ週に3、4種類ぐらい 週替わりのお料理を提供させていただいてるんで、やっぱりその気持ちがあるからそういったことができているのかなっていうふうには思ってますね。なるほど。はい。Because the owner had never made ramen before, he had no idea what he was doing. Miso, soy sauce, pork bone, and salt are the basic ingredients of ramen. This man, however, uses his favorite drink as the base. Coffee, his favorite drink.
This is a choice that cannot be made with conventional thinking. He has developed a ramen that goes beyond common sense. I asked the owner what he had in mind. そのコーヒーをラーメンをやっていって方程式の存在 をに気がついて、チンタンスープの方程式はこういうことなんだなっていうことが分かったときに、その油の重要性っていうのがそこで分かるわけですよ。だからチンタンスープの場合も本当に油をどう作るかってもう変わってしまう。それはね、言葉で説明しても全く分かんないんですよ。それってやってる人じゃないと多分分からないと思う部分でもあって、でも確実に存在しますね、それ。なるほどなるほど、はい。じゃあコーヒーですかね。うん、これコーヒー、コーヒーです。これ今のは何やってるかっていうと、はい、沸騰したお湯でコーヒー入れるとコーヒーが一発で死ぬんですよ。なので温度を85度ぐらいに落とすために、冷たいポットの方に沸騰したお湯を入れてからビーフを入れる。そうすると大体85度ぐらいになるんです。それぐらいの温度が適してます。なるほど。沸騰したお湯でやると一発で死ぬんで。もう食べれません。全然、もう全然全然ダメです。ダメです、絶対無理。もうそんな、もう手術だろ。最初それも分かんなくてね。分かんないですよ、そんなの。 A shopkeeper who shatters traditional thinking. This coffee ramen was made possible by him. He did not learn this from anyone.He invented this absolute formula for his ramen. The customers are enjoying the process of the owner's daily evolution. 要は、だから僕はそこは、それが人を幸せにするっていうことにつながっていくと思っているんで、僕は幸せな気持ちになって帰ってもらえるために料理を返して仕事をしてるだけの話だと思ってますから、それにはやっぱり味が伴ってこないとね、もちろんそんなことできないわけですから。Perhaps the reason why the owner, who had quit his job to become a ramen chef, was able to succeed in the tough ramen industry, is because of his burning passion and endless pursuit of making his customers happy. I would like to continue to see more outlandish ramen that surpasses our expectations and the passion of the owner. お客さんに伝えるのは心だよね。心でしょうね、うん、心。その通りです、その通りです、心です。